台湾石体電路製造古墳有限講師は、中華民国の新築市新築科学園区に本社を置く、半導体製造会社である。世界の半導体受託生産の5割以上を占め、世界最大のファウンドリである。1987年アメリカ合衆国のテキサスインスツルメンツの上級副社長だった、長中はかりごとが、孫運に招かれた台湾で創業し、2002年には、 半導体生産トップ10、2014年には半導体売り上げ3位に入り、初めて全世界のファウンドリチップ製造量の半分を超え、世界最大の半導体製造ファウンドリとなった。2017年のファウンドリ市場シェアは55.9%。台湾証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場している。世界初の専業ファウンドリである。 かつて富士通や東芝などの日系メーカーも受託生産を行うことがあったが事業として成立させたのは当社である。顧客企業はクアルコム、アドバンストマイクロデバイセズ、エヌビディア、アップル、ファーウェイなどで製造ラインを持たない企業が多く数百社に上る。近年ではナノスケールの微細化を先導しており、インテルやアルネサスなど自前の製造能力を持つメーカーも 顧客企業として要する。朝元テルを台湾の企業戦略の第一章、台湾石炭電路製造の企業戦略に詳しい。ありがとうございます。